星のもあるんだよ。いいね、うん。宝探ししてるみたい。ちょっとね、高いところで。よかったね、ヤマト君。ハート。うん。オリキルさん。パパ用意してくれたんだよ、ヤマト君。ほら、これがしたかったんだろうから。はい、4箱目です。4箱目。じゃーん。じゃーん。さあ、どうですか？これ。上空から見せると、こんな感じですね。さあ、弾は足りてるんでしょうか？ちょっと開封してみましょうか。開封を。さあ、とりあえずね、弾、ヤマト君と一緒に出していこうかなと思いますんで、今のところは、ここまでとさせていただきます。いや、でもどうなりますかね、これからね。非常に楽しみですね。これ、弾が足りない恐れがあるんですよ。もっと目いっぱい積まないと、バーってできないじゃないですか。ちょっとね、プールのように、なみなみと積ごうと思ったら、ちょっとね、足りないんじゃないかなと思います。なんかこう、ヒカキンさんか誰かの動画見ると、3000個くらいで埋まるらしいんですよ。3000個はとても買ってないですからね。これでだいたい1000個くらいですから、まだまだ足りないのかなと思います。かなり高いんですよね、これ。全部揃えちゃうと。はい、ということで今回は以上でーす。おやうわおるるって何おるるよ一緒に入りたい入りたいわーかわいらしいママママちょっとお手洗いうわそれがやりたかったんだよママああ面白いだろすごいだろついにやったボールプールインマイハウスインマイホームかいやー1000個で大和くん大興奮です1000個はちょっとね銭こんにちは速稼塾の久保ですいつもとカメラアングル違います。ちなみに今日から YouTube アカウントがちょっと制限されて、サブアカウントからの提供です。2週間。すいません、このまま。ひょっとしたら、アカウントこのまま消滅するかもしれません。はい、それはいいとしてですね。こんな感じでね、プールが室内にできました。すごいでしょう。屋内プールですよ。ね。でかい。かなりでかい。私の体が全部入るサイズだと思います。ちょっと試してみましょうか。こんな感じでね、全体をお見せしながら、私の体、身長180センチ。大の字になっても入ります。ほら、すごいでしょ。すごいでしょ。これ、ここにですね、ボールプールのボールを入れるわけですよ。ちょっと待ってください。このボール、入れますよ。入れたからって言ってね、これどうってことないんですよ。ほら、スカンスカンでしょ？このカゴ一杯ぐらいじゃ。全然足りないんですわ。というところで。はい、箱持ってきました。この中にボールプールのボールが、じゃじゃーん、入ってますね。ほりゃ。はい、まだ箱ありますよ。この中の箱も入れますからね。ほら、入ってるでしょ？これ、入れます。はい、入れます。でもなんか、
全然埋まる気配ないですね。全然です。はい、3箱目です。3箱目潰して入れますよ。さあ、どんな風に入ってるんでしょうか。はい、こんな風に入ってますね。はい、同じように、出ない、ほら、これ1個、ほら、これ1個。はい、3箱入れたけどどうかな。まあまあ埋まってるような気がしますね。